鞘駅、渡し口、尾張名所税巻7回等、海西郡鞘路と鞘宿の位置鞘宿は、鞘街道の宿場である。現在の愛知県愛西市鞘町に存在した、鞘街道最大の宿場であり、鞘宿から東海道桑名宿までは川船による三里の私で結ばれていた。また、ここから、津島神社の参拝道が分岐していた。 鞘街道は1634年に開設され、1666年に東海道の脇王館として幕府に公認された。鞘塾は開設当時からの宿場である。外鞘村内鞘地区、与田村、塚村の三村が担っていた。天保年間の規模は、本寺に1軒、脇本寺に2軒、畑後31軒、問屋場1箇所、鞘5軒、船番所、船会所、 不行所鞘大官所が設置されていた。三里の私は、鞘川、木曽川、か戸川、うなぎえ川、いび川の順に川を下って、桑名宿へ向かう都線であった。なお、桑名から鞘へ向かう際は川を遡ることもあり、船賃は若干高く設定されていた。鞘川は、江戸末期には、上流からの土砂で、川幅が狭まり、水も浅くなってしまった。 そのため、春節や仮港の設置が行われた。1604年、松尾芭蕉は、江戸から以外の帰郷の中、鞘の門人であった、ソラン帝に投留した折、クイナなくと、人の家場や鞘屋の句を読んだ。同席した廃人が芭蕉を忍び、ク名塚がその地に、現在も混流されている。佐田は、宿駅設置前は、都線上であり、元那2年に御茶屋が建てられた。 終わり初代藩主義事の時には、海西軍達田神殿のうちに、うずら山に行ったと、猿諸魚座校。その伏見木の場所にうずら多く、居候につけ、折々お高に、おで、非友好説、鞘野義、名古屋表のお道筋のよし、井のご弁当など、姫市場、しばらくご休速非友好ための正規御茶屋御座校、鞘長子、資料編、1ページ書集。 とあり、ご茶屋と記述されているが、寛永十一年には、寛永十一期の犬飽将軍大友院様御下校の節、鞘ご茶屋へ、お同り日有効。この節御殿と右お茶屋を、小猿公用紙、鞘長子、資料編、293ページ初集。とあり、御茶屋を御殿と称するようになった。鞘街道鴨も塾鞘塾桑名塾1695年、設置。 1781年内館所設置のため廃止。天保年間の船賃は、鞘から桑名が20分、桑名から沙田が29分。樋口よしふる、尾張巡行期、名古屋市総所属編第七巻、名古屋市教育委員会、1968年、358ページ。梶川、39ページ。AB 梶原、39ページ。梶原、 39ページ。松尾芭蕉は1694年、江戸から伊賀国へ向かう途中に、門人のソラ祖乱クに泊まっている。ありがとうございます。